い、こんにちは、ヒカックゲームズです。今日もですね、人気でアプリ2019やっていきたいなと思います。今日のウィレアプリあるあるはこちら、バロテリアキさん、 FPP 系みんな1人以上は持ってる説ということで、これはね多分みんなそうだと思う。僕に関しては3人ピケ持ってますからね、はい、多分みんな共感できるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。ということで、選手のロックイズも行きましょう。今日はこちらの選手、はい、この選手はですね、今日紹介する選手の中から1人ピックアップして持ってきましたので、ぜひ予想していただいて、動画の最後と概要欄に答え書いてますので確認してみてください。はい、ということで今日の動画になるんですけど、今日はですね、新企画、通常有能金選手紹介シリーズセンターフォワード編。また僕の悪い癖なんですけど、新企画やっていきたいなと思っております。ちょっといろんな企画が並走しすぎて、僕も中でもねちょっと頭おかしくなりそうなんですけど、はい、やっていきたいなと思っております。まあ周回 FP が一区切りしたということで、若干ウィールアプリマンネリ化も傾向にあると思うんですよね。ただまあこういう時だからこそ、通常の金っていう選手にスポットを当てて、今まで育成してなかった選手を育成するいい機会になればいいかなというところで紹介していきたいなと思います。僕がウィールアプリはマンネリ化させません。ということで、はい、今回はですね、センターフォワード編まずはやっていきたいなと思うんですけど、センターフォワードでですね、金の選手って実は全部で62名もいるんですよね。かなり多いなと思ったんですけど、この中からですね、僕とあとはツイッターでミスタさんって方に手伝っていただいて、一緒にですねピックアップして13名の選手を取ってまいりました。はい、で、この選手たち紹介していくんですけど、多分皆様の中でも13名以外にこの選手一押しだぜって方いると思うんですよね。そういった方がいた場合はですね、ぜひコメントいただいて、まあ動画もそうなんですけど、コメント欄全体でですね、一つのまあ参考になる動画にできたらいいかなと思ってますので、そんな流れでやっていきたいなと思います。まあ13名もいるので、できるだけテンポ感意識してね紹介していきたいなと思いますので、早速センターフォワード編行ってみたいと思います。開け金玉の扉。はい、ということで一発目はですね、バロテッリ選手ですね。まあ僕もすごく大好きな選手になるんですけど、一発目で紹介させていただきました。はい、この選手はですね、ラインブレーカーということで、裏抜けが得意なプレースタイルではあるんですけど、能力はですね、すごくバランスいいですよね。決定力も高いですし、スピードもそこそこありつつ、あとはフィジカルも強いんですよね。なのでしっかりディフェンダーを背負ってキープできるっていうのも、この選手の魅力になってくるのかなと思ってます。で、あとはキック力82に加えて、このシュート系スキルの豊富さね。はい、なのでこれ能力値以上のね、定力をしっかり出せる選手なのかなと思ってますね。はい、でレベルの能力値こんな感じになるんですけど、まあ全体的な能力すごく高いですよね。キック力も90乗るということで、この破壊力抜群だと思いますので、ぜひ使ってみてください。ということで次行きましょう。はい、次はですね、イアゴ・アスパス選手ですね。この選手はですね、正直言うとあんまりオンラインとかでも見かけることないんですけど、かなりいい選手かなと思ってます。まあとにかく能力見ていただいたらわかるんですけど、ザ・万能型ですよね。はい、全体的にすごく能力が高いかなと思っていて、スキルも優秀で、さらにワンタッチパスも持ってるので、この辺の器用さも持ち合わせてるかなと思ってます。で、コンディション安定度もですね、7とかなり安定しているので、今後のですね、ライブアップデートない環境でも十分使える選手なのかなと思っております。で、能力値見ていただくと、まあさっき言ったように本当にバランスがいいですよね。はい、欠点らしい欠点もないですし、センターフォワードにですね、バランスを求める方にとっては最適な選手なんじゃないかなと思っております。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね、ベロッティ選手ですね。ベロッティ選手はですね、ボックスストライカーということで、ラインブレーカーとはですね、また違ったあのパスを受ける動きをするような選手になるんですけど、能力見ていただくとですね、決定力はもちろん、こちらもね、フィジカルが結構あるんですよね。ヘディングだったりとか、フィジカルコンタクトっていうのも結構高い能力値ありますよね。で、あとはなんといってもスタミナですね。スタミナのところが結構高いのと、あとはチェイシングも持ってるので、前線からですね、しっかりプレッシャーかけられる選手になってるのかなと思います。レベマ能力値で言うと、やっぱいい感じですよね。オフェンスセンスも90乗ってますし、あとはジャンプも90乗ってきてるので、はい、この辺もいいですし、あとはですね、スタミナも87、さっきも言ったように、ここもかなり高いので、ベロッティ使えば相手をベロッと倒していけちゃうのかなと思います。はい、次はですね、ウィルフリード・ザカ選手ですね。はい、この選手は結構有名なので知ってる方も多いんじゃないかなというところなんですけど、センターフォワード登録でありながら、プレースタイルはウィングストライカーということで、ウィング起用が結構メインな選手になってくるのかなと思います。能力で言うとですね、やっぱりドリブルとスピードっていう個人技の部分はすごく高いんですけど、そこに加えてオフェンスセンスもすごく高いので、多分この辺がですね、使用感がすごくいいところに繋がってきてるのかなと思います。で、正直言うとですね、決定力は物足りないところあるんですけど、しっかり自分でかわせる能力持ってるので、その辺補えてるのかなと思いますね。で、コンディション程度も7とすごく高いですし、スキルもそこそこあるので、はい、かなり優秀なのかなと思ってます。はい、で、レベマ能力値で言うとこんな形で、やっぱ改めて
てみるとですね、90超えの能力すごく多いですよね。でドリブルは95と金とは思えない能力値持ってますので、はい、かなりいいんじゃないかなと思います。まあ僕的にはウィルフリード・ザカっていう圧倒的に強そうな名前にも注目ですね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね、ジェイミー・バーディー選手ですね。言わずもがなカウンターの申し子ということで、金玉のスピードスターになりますね。はい、この選手はですね、まあ特にやっぱスピード瞬発圧倒的なので、ここが注目されがちなんですけど、実はスタミナも結構高いんですよね。でスタミナプラスチェイシング持ちということで、前線での守備にもですね大いに貢献できる選手なのかなと思います。でスピードだけじゃなくて、やっぱり決定力とかもしっかり兼ね備えているので、この辺もやっぱり愛されるところなのかなと思っております。でレベマ能力値で言うとやっぱり高いですね。スピード94、瞬発力95と、この辺高くて、あとはスタミナ92ですよね。はい、31歳でこのスタミナ、やっぱりイヤバーディーだなと思いますね。はい、次はですね、バチュアイ選手ですね。はい、この選手はロシアワールドカップでね、プレー外で結構ね話題になった選手でもあるんですけど、実はですね2019アップデートでかなり強化されて、最強クラスのですね金スーパーサブまで上がってきました。で能力で言うとですね、本当にバランス型ですね。そこまで大きな欠点がないですし、バランスいいのかなと思っております。でプレースタイルラインブレーカーですし、スキルのところもですね、まあシュート系とかも多く持っているので、はい、この辺すごく強いかなと思っております。でレベルの能力値で言うと、実は90超える能力っていうのはないんですけど、まあさっきも言ったようにね、攻撃的な能力っていうのは全体的に80超えてますし、使ってみるとねめちゃめちゃ使いやすい選手だと思いますので、持ってる方はぜひ使ってみてください。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですねモラタ選手ですね。個人的には金の中では一番好きなスパサブの選手になるんですけど、能力値見るとですね、改めてやっぱ強いんですよね。でこの選手はですねラインブレーカーなんですけど、スピードだけじゃなくてですね、しっかり競り合い、ヘディングの部分とかもできるのがやっぱり使っててすごく強いなっていうところですよね。スキルのところもですね、スーパーサブだけじゃなくてワンタッチシュート、あとはヘッダーとかも持ってるので、こういったところから万能さ伺えますよね。で唯一気になるのはやっぱりコンディション程度4というところで、ここはやっぱりね今の環境だときついところあるんですけど、それでも使う価値ある選手なんじゃないかなと思ってますね。でレベマ能力値で言うとこんな感じで、オフェンスセンス90乗ってますし、スピード90、あとはヘディングも89まで来てるので、この辺がやっぱりねモラタの頼れるところなんですよね。みんなでモラタを使って勝ちをもらっていきましょう。はい、次はですねマーカス・ラッシュフォード選手ですね。もうこの選手はバーディーよりもスピードあるので、スピード金といえばもうラッシュフォード、この方程式でいいんじゃないかなと思っております。でこの選手はですね、見たら分かる通りスピード瞬発もすごく高いんですけど、それだけじゃなくてドリブルもあるし、あとはねキック力とかもあるんですよね。やっぱりこの辺はねすごく高いかなと思ってて、来作もですね総合値上がるということで、能力アップにもすごく期待できるのかなと思っております。でレベマ能力値はこんな感じで、まあやっぱりスピード速いですね。改めて見てバケモンだなっていうのと、あとは足元も高いし、さっき言ったようにキック力もですね91まで上がってくるので、はい、めちゃめちゃ強い選手なのかなと思います。まあ育成がね55万とね、今回紹介する中でも一番大変なんですけど、育てる価値十分ある選手だと思いますので、ぜひ検討してみてください。ということで次行きましょう。はい、次はですねマンジュキッチ選手ですね。この選手はまあ2018の時の方が脅威でしたけど、2019もすごく能力が高いということで、高い決定力に加えて高身長プラスヘディングやフィジカルコンタクト、この辺でですねボールを収めることもできますし、あとはすごくスタミナが高くてチェイシング持ってるので、ここもですね前線から守備すごくできる選手なのかなと思ってます。まあ難しいところで言うと、スピード瞬発があんまりないので、この辺からですね結構敬遠してる方も多いんじゃないかなっていうところではありますね。でレベマ能力値で言うとこんな形で、まあ分かりやすくですね、やっぱりボールを収めることに関しては右に出る者はいない選手なのかなと思ってますね。はい、マンジュキッチキッチということで次行きましょう。はい、ポストプレイヤーの流れということで、次はバスドスト選手ですね。金のポストプレイヤーっていうともうこの選手が一発に出てくるんですけど、身長196センチに加えてですね、ヘディングがめちゃめちゃやばいんですよね。1レベルで89ですからね。あとはフィジカルコンタクトも1レベルで85あるということで、もう競り合い金玉ナンバーワン選手なのかなと思っております。まあ分かりやすい能力傾向なので、一部から熱烈のファンもいるのかなと思っております。でスキルで言うと、まあ多くはないんですけど、ワンタッチパスも持ってるので、ここポストプレイヤーではすごく重要なのかなと思っております。でレベル能力値で言うと、もう圧倒的ヘディングとフィジカルですよね。ヘディング96、フィジカルコンタクト93に加えて、地味にオフェンスセンスも92まで乗ってるので、はい、バスのような強さで相手をなぎ倒せるんじゃないかなと思っております。ということで次行きましょう。はい、そろそろ紹介も終盤になってきましたが、皆様疲れてないでしょうか。まだまだ比較突っ走っていきたいなと思います。ということで次はですねベン・エデル選手ですね。この選手は結構 FP で出てきてるので、知ってる方多いと思うんですけど、ラインブレーカーの足元がすごく得意な選手ですね。ドリブルボルコンすごく高いので、ドリブル重視したい方にとってはですねすごくいい選手なんじゃないかなと思っております。で逆足の頻度精度とかも高いので、はい、ドリブルボルコントロールの能力値以上にですねドリブルしやすい選手なんじゃないかなと思っております。でスキルで言うとこんな形で、ワンタッチパスとか持ってるのもいいんですけど、足裏コントロールつけていただくとですね、一応ネイマールと同じダブルタッチができる選手でもあるので、この辺も結構ね一つポイントになってくるんじゃないかなと思っております。でマイナス面で言うとスタミナが結構
構低いので、この辺はちょっと起用法でカバーしなくちゃいけないところなのかなと思っております。で、レベマの6地に関してはオフェンスセンス、決定力ともに90超えてますし、やっぱり足元のところはすごく強いので、はい、ドリブル大好きマンの方ぜひ使ってみてください。ということで次行きましょう。はい、次はですね、サッカー界のダンディ男、ジルー選手になります。この選手はですね、スーパーサブ持ちなんですけど、スパサブの中でも結構異質な存在だなと思っていて、結構ラインブレーカープラススパサブみたいのは多いんですけど、ボックスストライカーでめちゃめちゃ競り合いが強いタイプということで、異質かつ特徴がはっきりした選手なのかなと思っております。まあフィジカル、ヘディングのところはすごく高いですし、意外とですね、足元もあったりするので、はい、結構こねたりもすることができる選手ですね。で、スキルもですね、スーパーサブと、あとワンタッチパスも持ってたりするので、後半からですね、スパサブ状態で出すと結構試合の流れを変えてくれる選手なのかなと思っております。で、レベマの6地でいうと、ヘディングフィジカルに関しては両方とも95を超えてますし、95を超えてる能力が2つある時点ですごいですよね。この辺を生かしてですね、使っていただくと結構脅威になりうる選手なんじゃないかなと思いますね。はい、ということで次行きましょう。はい、では最後はですね、ドゥバン・サパタ選手ですね。この選手はですね、今回紹介する中で唯一コスト最低なんですけど、この選手はね、ジョーカーになりうる選手かなと思ってます。コパアメリカでもですね、コロンビア代表で活躍してましたけど、高身長189センチに加えてですね、やっぱり競り合いも強いですし、あとスピードも結構高いんですよね。裏抜けも意外とできるし、競り合いも強いということで、結構相手からしたら怖い選手だなと思いますね。この選手もですね、まあ、ジルーと同じくアクセントとして入れておくと、結構試合の流れとかね、プレースタイルの流れを変えてくれる選手なんじゃないかなと思っております。で、レベマ能力値でいうと、やっぱフィジカルコンタクト95とすごく高いですし、スピード瞬発もですね、レベマで上げればスピード87まで上がってくるんですよね。ポストプレイヤーということで、ちょっと扱いは難しいかもしれないんですけど、まあ、万能型のストライカーと言えるんじゃないかなと思っております。はい、ということでちょっとね、早口でテンポ感をかなり意識して紹介するスタイルでやってみたんですけど、はい、皆さんどうでしょうか。もうちょっとゆっくり紹介してほしいって意見もあると思うんですけど、まあ、その辺ね、ちょっとコメント欄とかでいただいて、次のポジションのね、紹介の時に生かしていきたいなと思っております。ではですね、今回の動画は以上で終了していきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。